ニューヨーク市警察 S が使用している五550。ニューヨーク市消防局が配備している F350 の救急車。後輪がダブルタイヤである。フォードスーパーデューティーはアメリカの自動車メーカーフォードが製造・販売するフルサイズピックアップトラックである。従来、商業用としても幅広く使われる F シリーズの大型タイプのイマナ二 -250。 回 -350 などは、一回り小さい回 -150 と基本設計を共用していた。しかし、10代目回シリーズの1999年モデルから専用設計の独立モデルとして登場した。回 -150 よりも大型のボディとエンジンが与えられている。また、回 -150 にはないディーゼルエンジン搭載車もある。現在は大きく分けて、 カイマイナス二百五十、カイマイナス三百五十、カイマイナス四百五十、カイマイナス五百五十の四種類のサイズが販売されている。カイマイナス二百五十以外にはデューリーと呼ばれる後輪がダブルタイヤのタイプもある。従来のカイマイナス二百五十、三百五十はボディパネルをカイマイナス百五十と共有する F シリーズのバリエーションの一つであったが。 1999年に一回り、大きい独自ボギィの独立モデルとして登場。カイイマナス -150 と比べサスペンションなどが強化され、V 型重気筒エンジニアディーゼル車もラインナップ。アメリカの第43代大統領のジョージ・ W ブッシュが、テキサス州の別荘に、この初代のスーパーデューティース -250 を所有している。 スーパーデューティー界マイナス350-2005年にマイナーチェンジを実施、メカニズムを中心に変更され、7.3リットルのディーゼル車は廃止された。基本ボディは共通であり、実質的にはスキンチェンジであるが、より大型のフロントグリルと角張ったボディで力強いデザインになり、大きくイメージを変えた。共通の衣装のグリルは同社のフルサイズ版である。 E シリーズでも2008年モデルイヤーから採用されている。2010年にさらに洗練されたスタイルになった新型が発表された。これも基本ボディは共通であるがインテリアは大きく変更されている。2014年に2015年モデルとしてボディパネルを一新した初めてのフルモデルチェンジを実施。ありがとうございます。